おととい昨日と岐阜市中心部で行われた岐阜信長まつり。岐阜の街づくりに貢献した武将織田信長を称えるもので、昨日は祭りの目玉騎馬武者行列が行われました。その信長祭りといえば、出陣じゃ、去年は信長役を俳優の木村拓哉さんが務め注目を集めました。その姿を一目見ようと来場者はなんとおよそ46万人。岐阜市の人口を上回る人が詰めかけました。そして今年、こんにちは。はい、すいません、よろしくお願いします。あ、お願いします。木村さんからバトンを受けた信長役は市内在住の近藤博之さんが務めることに。子育てもだいぶ一番下が、まあ、小学生にもなり落ち着いてきたこともありまして、まあ、で岐阜市に恩返しがしたい、まあ、でお祭りのお手伝いがしたいなと思って応募させてもらいました。県内の建設会社に勤める近藤さんは4人息子の父親。今回42人の応募者の中から見事信長役を勝ち取りました。プレッシャーはないですね。ただまあ前回は本当に木村拓哉さんが来て見えて岐阜がすごい盛り上がったじゃないですか。でまあ本当にあれまで行かないにしても何かその本当に岐阜市が盛り上がるお手伝いができればと思ってるんで。馬を誘導する口取りは高校の馬術部で活動する次男の光弘さんが務めます。学校の送り迎えやあと、まあ、やりたいことをやらせてくれたりだとか、そういうようなことをやってくれる、まあ、素敵なお父さんだなとも思います。勉強のお手伝いもするよね。まあ言わされたけど親子で臨む騎馬武者行列、その本番は昨日。近藤さんが徐々に信長に。一方、息子の光弘さん、一足先に準備を終えてスタート地点のそばで口取りの確認作業です。信長のごとく堂々とお父さんが乗って、でまあ、かっこよく行進するためにも、まあ、僕が馬を安心させていい位置に立ちながら馬を引いていけたらいいなと思います。すると、おー、かっこいい、パパも似合ってるよ。 ありがとう似合ってんじゃん。織田信長となった近藤さんの登場。ああ、そういうことね。いよいよですね。はい、こうなんか気持ちがどんどんとね高ぶる感じで。そしてついに、皆の者出陣じゃ。ありがとうございます。始まった騎馬武者行列、沿道には今年も多くの人が駆けつけ信長が声援に応えます。岐阜市によりますと、去年のおよそ46万人には及ばないものの、昨日の沿道にはおよそ28万人が集まったということです。信長の姿とかすごいかっこよくて綺麗でした。まあ今まではね、やっぱコロナでね、こういうな模様が全部あるでしょ。やっぱりこれはやらないな。木村拓哉さんからしっかり引き継いだ近藤さん親子は、達成感と高揚感と、こうなんかまだ胸が躍るような感じです。皆さんこう見に来てくださって、すごい盛り上がりがあったんで本当に良かったと思います。お父さんなりの最大を出して、でまあ素晴らしい信長祭りにしようとする姿がとても素敵だなと思いました。親子で挑んだ騎馬武者行列、28万人が今年も信長の勇姿に力づけられました。